やってみましょうか。はい、こんにちは。前に明けましておめでとうございますですね。はい、明けましておめでとうございます。今まで通りまあこんな感じでねやっていければいいなと思うんでね、見てくれてありがとうございますっていう感じで、今年もよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、久しぶり。あーやば、緊張するわ、喋れない。どうしよう、一般人。どうしましょうかね。この辺からちょっと行ってみましょうか。2年目、3年目のマーガレットじゃなかったかな、これが。忘れちゃった。どっちだろう。ちょっとちらほら、花咲いてまーす。これはまあちょっと後でお見せしたいのと、花が大きいの、これ。すごいでしょ？これね、どこのメーカーの、なんていうマーガレットか、わかんない。3年ぐらい前のやつなのかな？すごい大きいんですよ、これ。かっこいい。で、もっと花付きがいいはずなんですけど、今ね、秋でね、あんまり花咲かなかったですね。春の方が本番なので、またこれお見せしたいと思います、春にね。はい。つぼみがちらほらあるので、この調子なら咲くんじゃないかな？この寒さで咲いてるぐらいですからね。今日の気温がどのくらいかな？ 10 度ぐらいかな？ちょっと行ってみましょう。いろいろとね。紹介してないやつ。これがウィンティ。葉っぱがね、枯れてしまってるよーって方がいましたね。葉っぱの周りが枯れてるって方。どうなんだろうな。うちのはこんな感じですけど、寒さが影響してるのかもしれないですよね。よくよく考えたら。寄せ植え？100円ショップのやつの寄せ植えね。なんか前のお花が大きくなってパンジー大きくならないから、ちょっとバランス悪いかな。ゆっくり見てみましょうか、たまには。ラ・ビオラ、これはね、青はね、どうも成長が悪いんですよね。枯れ気味の葉っぱをポツ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 取ってたら葉っぱが増えないし、葉も大きくならない。もうこれ春までしょうがないかなって思います。まあまあ諦めも必要というかね、春になれば勝手に大きくなるはずなので、これは紹介はしてないかな、今まで。なんだっけ、みも。ラブラドリカ。合ってたっけな。クロバスミレの、なんて言ったっけな、これね。ラブラドリカでね、合ってた。はい。ラブラドリカっていうやつ。まだ咲かないんですよね、お花がね。これお見せしたいんですよ。そうそう。で、最初の頃、これがいつ植えたっけな。シクラメン紹介した時に植えたんですよね。ガーデンシクラメン。ずーっと外です、ここ。室内とか軒下には特に入れてない。あ、これ。コロロ。元気になってきましたね。あー、これはね、過湿に弱いですね。どうやらね。すごく過湿に弱い。だから、とってもとっても乾燥気味でいいと思います。なんならば、この葉っぱが少しくたーってしたぐらいで、慌ててあげるぐらいでも大丈夫。慌ててあげるぐらいは嫌だな。そうそう。まあ、とにかく乾燥気味で育ててあげるのがいいかなって思います。これジュリアン。プリムラのジュリアン。寒いところ、寒すぎると、ちょっと弱りますね。ただ、うちは、軒下に入れることもなく、ここで育ててます。気温がね、マイナスになっちゃうとあんまり良くないかな。こんな感じですけど、どれ見ます？あ、これ、形が悪いって、ちょっと一旦お見せしておきましょう。やっぱりね、2年目、3年目か忘れちゃったけど、夏にちょっと傷んじゃって枯れたんでね、形がとても悪い。暖かくなったら少し切り戻ししようかなと思ってます。2月の終わり？ 3 月？切り戻して春に綺麗に咲かせたいなっていう作戦。これも絵になるスミレ。なんとかって品種忘れちゃったけど、これとこれと品種言えよって話ですよね。これがミュールだったかな。ちょっとドラキュラに一番近いかなって思いますよ。これ絵になるスミレは坂田の種ミュール。後ろを見ましょう。
あ、298円だって。意外とお手頃になるのかな、こういうものに関しては。298円、まあまあ安い。ホームセンターで買うのが一番安いかもね。ミュール、うん。ドラキュラだとね、結構ね、500円600円、あ違う、もっと高い、700円800円かとか、もっと高いかもしれないですよね、場所によってはね。なのでね、これ結構うんいいと思いますよ。フリフリ好きな、ドラキュラとか興味ある人、これがホームセンターで売ってる普通の普通の普通の、どこで買ったっけな、ブリージーグリーンだからコメリさんですよね、ペニーマリーナ。これはなんで動画撮ったんだっけな、刺し目の動画でしたっけ、がっつり切り戻したんじゃなかったかな、忘れちゃった忘れちゃった。必殺、相変わらず今年も。あ、じゃあ品種名だけ紹介しときますね、簡単にね。これが、あ、これだ、はい、ソレイユで、まあいいや、札は後で直しておきます。ソレイユとパルムね。あ、そうだ、アイスでおなじみのパルムって言ってたね。変なことばっかり言ってる。どう飽きない、飽きなきゃ次行きますけど、あこれこれこれ、アズーロコンパクトっていうロベリア、去年の春に買ったものが、夏を越して冬になって元気になってきてますね。これまた春になると全開になるはずです。うん、楽しみで、ラベンダーの色がちょっと死んじゃったんですけど、白は残ってます。形整えんのに切ったんで今花がないかな。うん、そうそう、またこれ春になったら販売されるので紹介したいかな。これが、あ、お花咲いてきたよ、すごいね。これこれ、モミジバゼラニウム、紅葉しててね、すごい綺麗綺麗綺麗、ほらいいしょ、あのお花がなくてもね楽しめる。で、あんまりここはお見せすることがないのかな、こっちはお見せするけど、こっちがほら、あースーパーゼラニウム、これはね、しだれさせるっていう作戦。こっちの前のレンガの方に。ねが多いな。いや、話下手だな。そうそう。しだれさせて、そしたらこの花壇を避けて、花壇、台を避けて、レンガの方にスーパーゼラニウムをしだれさせようっていうことで、やっていきたいと思います。その辺もね、春まで、だからもう少しね、2ヶ月、3ヶ月あるけど、お見せできたらなーって。こうやってずっと植えてあるんですよ、これ全部刺し目のスーパーゼラニウムすごい。これも刺し目、これは土の実験、3種類同じポットに入れてるんだけど土を変えてます。よく育つ土だなって思うやつ3種類使って成長の違いを見てます。また報告します。これはね、あの隣のおばあちゃんにもらった網網のやつ、どうって言うからちょっと使ってみましょうかって、ありがとねーって釣ってって言って、かなんか簡単な寄せ植えってほどでもないんですけど、うん。でこれが自分で育てた種から育てたけど、うん、まあまあうまくいきましたね。ね、みんな大好きエッグタルト、ちょっと高めのビオラなんですけど、寄せ植えにこっそりしたやつ、もうね、寄せ植えの動画は撮りたくないというか自信がないのでね、まあ、今年初めてなんでね、僕が寄せ植えをやりながらどうこういうことでもないかなっていうねはい、でやってみました。あ、ちなみにこの箱は、ダイソーで買った500円のやつ、似たようなやっぱり頑丈さのやつ、このようなタイプは園芸店さんで買うと1500円とか結構しちゃうんですよね。だからね、お得じゃないかな。ダイソーさんで普通に売ってますね。うん、ちょっとやってみました。その代わり穴開けなきゃいけないけど、そこにね、そこに。で、あのネットやってます。土入る量をちょっと調整して、はい、次行きましょうか。これね、靴いつも同じの履いてる。靴洗え。汚ねえぞ。と見せかけて同じの何足か、みたいなやつです。はい、どうでもいい。はい、今度ここ、いつものコーナーですけど、久しぶりなんで、もう一回見てみましょうか。
どうかな？飽きたかな？飽きたかな？飽きたら見るのをやめましょう。ひどい。はい、そんな感じでね、これも軒下には入れてません。ここの上は特に天空、軒下ではないです。ここはーい、全然元気。一日だけね、最低気温がマイナスいくって時があったので、その時は玄関に取り込みました。一回だけ、たった一回。気温がマイナスになってしまうと、マーガレットとか、あと何かな、マーガレットはねちょっと心配。ジュリアンはマイナス1度ぐらいだったら大丈夫かもしれないんですけど、強い霜はやっぱりダメね、弱っちゃうかなって気がしますね。そうそう、こんな感じ。うん、雪国の方がね大変だなって今いろいろ勉強してるんで、来年はねそっちの方の報告とかをしながら、もっともっと他の地域のこともお知らせできたら、そっちの方の地域のことも考えながら動画撮れたらいいなーなんて思ってます。うん、フィオリーナはやっぱり強い。フィオリーナ無敵ですね。あとね、ラ・ビオラって、これコメリさんのダスケロになっちゃった。ラ・ビオラはね、このシリーズは強いかもしれない。うちでは優秀。イエローバイカラーってやつですね。これとこれと、これは後で植えたからちっちゃいけど、はい、こんな感じ。すごくいいです。で、ついでに言ってしまうと、これはフィオリーナ。これも一番最初に植えたから当然大きいんですけど、うん。フィオリーナとラビオラは、なんだ？大人の事情？似てるな。はい。まあ、軽く触れるだけにしときます。それで、フィオリーナでしょ？レッドフレアとかすごい綺麗。で、結構皆さんが困ってるのが、ラ・ビオラの、あ、これはリキラスは、あれ、ハイポネックスの液体肥料についてたから、刺してるだけ？ラ・ビオラの、このレッドはね、結構皆さん成長が遅いって方が多い。なんで？ワイカ剤って言って、株をあまり大きく育てないっていう薬があるみたいなんで、もしかしたらそれの影響じゃないかなって、最近いろいろ調べてて思います。っていうのもね、出荷前に間延びしちゃったり、大きくなりすぎちゃったりするとね、それはそれで困っちゃうので、ワイカ剤ってものをね、使ったりするそうです。これについてもちゃんと調べておきます。どん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 ね、毎年学ぶ男。学ぶくん。やっちゃん。え？もうね、寒いんでリースは動かない。もうこのぐらいで保ってくれてるので、ちょうどいいんじゃないかなって感じですよね。うん。そうそう。リースはね、ありがたい。これが黄色のコーナーでしょ？黄色のコーナーも、長いな。面白い。飽きる。もう飽きた。飽きるでしょ。久しぶりだからちょっと楽しくなっちゃったな。緊張ほぐれてきた。これがミルフル。フィオリーナ。これで、なんだったっけな？ラ・ビオラかな？うん。ラ・ビオラのゴールドかな？あ、違った。イエローだ。ゴールドは、フィオリーナの方か。はい。紛らわしい。わかんない。で、これがラ・ビオラの、これもゴールド？あれ？何？イエローだ。あ、もうダメだ。はい。これがミルフル。こっちがアンティークのミルフルだっけな。どっちでも、どっちでもいいか、綺麗ならね。ドラキュラ、ドラキュラ、ドラキュラ。うん、これ、ローブドゥ・アントワネット。すごいな、この葉脈っていうのかな？鼻脈。鼻脈って言わないでしょ。で、ソワレっていう種類ですけど、まあ、この辺はね、なかなかなんでね、もし興味があれば、意外と、どうなのかな？シンプルなやつが好きな方もとても多いのでね。
まあシンプルなのはシンプルなので可愛いですよね。まあこだわる必要ないかななんてちょっと、はい、僕もねはしゃぎすぎてたくさん買っちゃったんですけど、この辺はヌーベルバーグ、あこれはあれ、ミルフル、ミルフル、ミルフル、これは花付きすっごいミルフル、花がちっちゃい方が花付きがいい傾向が強い、これがなんか燃えるような炎のような、はい、これヌーベルバーグってやつですね。これ何？ハニーカールって言ったかな？植田園芸さんのハニーカール。ヌーベルバーグ。ヌーベルバーグって言っても色々あるのでね。まあ簡単に紹介してみましょう。こんな感じ。で、こんな感じ。はい。はい。電車が来た。もういいや。電車が来てもそのままやろう。そのままやってしまおう。天気がね、今曇りなんで、もう少し綺麗に見えるかな。明日は晴れなんでね、明日撮ろうかなと思ったんだけど、昨日ちょっとね、昼間お酒を飲んじゃって撮るのを断念してしまったというね。ともくんのせいでーす。さあ、じゃあここからのお庭のコーナーはちょいちょいちょっと映してるんでね、この辺をピックアップしてみましょうか。ボンザマーガレットの、何？忘れちゃったけど、ボンザマーガレットのローズピンク。あ、すごい大きいですよ、やっぱ。地植えは。なんでだろう。地植えでほっとくのが一番育つというね。鉢植えで一生懸命やるより、地植えの方が、ほっといても育つっていう。スーパーアリッサムはでかくなってますね。寒いですけどね。朝晩冷えますけど、昼間暖かいので、結構成長してくれますね。はい。時々液体肥料あげてます。地植えなので、1000倍ぐらいに薄めたものかな。500倍ぐらいであげちゃうこともあるかな。あったかい時は。今日の気温が10度ぐらいで、最低気温朝何度ぐらいだったかな ?3 度、4度、5度?そんな冷え込ま、寒かったか。一個だけ枯れちゃいました。そうそう。まあまあ、こんなこともあるのでね、これだけ植えればね、枯れるビオラも、少しは出てくるでしょうから、まああまり気にすることもないかな、植え替えてあげようかなってぐらいで。はい。あとはどうしようかな。バラはあります。ここツルバラあります。これはね、台風でやられてすっごいちっちゃくなっちゃったんで、株元からだいぶカットしちゃったんですね。でも来年の春は咲いてくれると思います。古い葉っぱを落として、冬眠させてあげようかなって、そろそろね。どうせ病気ですしね。まあまあ、もう、葉っぱは落とす時期に入ってきたかな。はい。まあ、今度やりましょう。ということで、やっぱスーパーリッサムのね、成長目立ちまーす。これも、あれだ。はい。これもね、佐藤園芸さんのヌーベルバーグ。これはまだ未発売のものでくじで当たったよーっていうやつね。花数増えてきました。いろいろと。ラッキーだね。ラッキー。これが天の羽衣。これはヌーベルバーグ。何気にチューリップって書いてあるかな。はい。チューリップ。だからね、要はダブルデッカーかなーっていう。今度ね、ダブルデッカーの、なんかやばい、失敗しちゃったかもは、紹介しますね。これが、寄せ植えやったやつだ。なんか頑張ってね、無理して、無理してとか言ったらおかしいじゃん。そうそう。あー、うどんこ病。これこれ。ダリアがね、うどんこ、ダメだ。ダリアって、うどんこ病になりやすいので、これ葉っぱ落としてあげようかな。もう終わりだし、花はまだ咲かないんでね、当分ね。これがヌーベルバーグの寄せ植え。
どう？寄せ植えに関してはどっちでもいいんですけど、お花はいろんなのがあるよね。淡い色から濃い色まで。これいいよね。いいよね。いいですよね。素敵でね。淡くてシンプルで。ダメだ。なんかいい感じのがないかな。まあ、こんな感じです。はい。これはなんだろう。こんなのもありました。あんまり紹介してないけど、パピオンワールドですって。で、これがミニビオラのプレミアムコレクションって言ったかな。花日和さん。こっちが植田園芸さん。あ、これがね、植田園芸さん、ファルファリア、ナンバー22。あ、なんかわかんない。忘れちゃった。まあいいや。綺麗だと思ったのを、ちょっと埼玉のサニベルさんで買ったやつかな。これは天野羽衣。これは花付き抜群ですね。なんとかウェーブ忘れちゃった。キャンディーウェーブ。はい。そうそう。とか。これは自分でやったやつ。種まきでやった、ももかっていうやつかな。ミックスなんでいろんな花色が出てね。この辺もそうかな。これは種の滝さんのよく咲くスミレか、ももかか。ももかかな？なんか忘れちゃった。種でやってます。これも種でやってます。これが11月、10月の下旬に植えたやつかな。ノーブランドのビオラ。ちょっとね、弱ってきちゃってるんですよね。病気にかかってる、この点々みたいな斑点が出ちゃって、あんま調子良くないかな。って感じ。はい。この辺のしだれる系もちょっと寒さでね、もうね、弱ってきたかなっていうところですけど、こんなに長い。はい。はい。ということでね、とりあえずこんな感じです。あとは今日のニャンコのコーナーということでね、一旦これでおしまい。今年もよろしくお願いします。それではちょっとガラガラになってた。本当にそれでは。久しぶりで、ちょっと恥ずかしいじゃん、喋るの。前の道が道路だから、恥ずかしいですよね。にゃんこ探してきまーす。今日のにゃんこのコーナー、どうぞ。君たち、あれ。ほんちゃんとニセちゃんの兄弟、どこだ？はい、仕方がないので今日のにゃんこのコーナーは本ちゃんになります。こたつでリラックス、調子に乗ってリラックスしてます。本ちゃん、ねえねえ、他の猫たちは今日本ちゃんだけね。おんちゃんも他の猫たちもみんな元気にしてます。お餅を食べ過ぎたかな、ほんちゃん。え、猫はお餅を食べないでしょ。何食べたの？かまぼこ。かまぼこ食べていいの？にゃんこ大丈夫？あげてないってことにしようね。もらってないもんね、かまぼこはね。よしよし、だからこんなに元気です。うんちゃん、うんちゃん、かわいいちゃん。今日のほんちゃんがあまり可愛くないコーナーです。これをもうちょっと出して、ほんちゃんが丸出しになった時に、はい、ほんちゃん丸出しのコーナーです。ねえ、ほんちゃんコーヒー飲みたいんだけどさ、ちょっとやってきてくれない？牛乳入れて。ねえ、ほんちゃん、ほんちゃんお父さん、コーヒーそのままだと飲めないから少しだけ牛乳入れてください。これがほんちゃんです。ほうめんくんです。え、
ほうちゃんこんなところで寝ててなんかやってたって面白くないよ。今日のにゃんこのコーナーは失敗のコーナーです。ということで昨日か一昨日撮った本ちゃんも写しておきましょうかね。バイ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 、またね、本ちゃんさん、本ちゃんさん。じゃあさ、あまりいじってほしくないそうです。じゃあ昨日か一昨日の本ちゃんにバトンタッチします。どうぞ。本ちゃん、本ちゃん、何してるんだ。お前ここ一番高いとこお気に入りのやつじゃん。もうすごいな尻尾が。ほちゃん、ほちゃん立派だね尻尾がね。こんな狭いとこに、狭いところになんで入ってるの。はい、なんだこれは。テテいらん、テテはなんだこれ。戦ってんのか。これテテはなんだ。ピシッ、尻尾ないこれ。尻尾畳めないよ。これ尻尾何。ほんちゃん、うん、ほんちゃんは何。テテはもうここ仲間がいるだろ。ここになんだこれは。仲間が、にゃんこのコーナーはなんかこんな多少の人気がある。なんでだ。すごいお前可愛くないじゃん今日。ブス。昼間の猫の顔ブス。黒目がちっちゃ。バイバーイ。じゃあバイバーイ。すごいね尻尾がね。はい、本当にバイバイ。お前は可愛いね。ねえねえ、にゃんこのコーナーやってほ。に行かないで。に行かないで。にてちゃん。にせちゃんもみんなも元気だよ。ねえ、突然現れて汚いじゃんよ。どこにいたの君。君。どこに行くんだよ。くりくりくり。くぬ。バイバーイ。